地球に沈めれ。はい、最近重たい動画ばかりで大変申し訳ございませんが、一体これがどんな映画で物語なのかっていう、今日はねまた漫談していきます。こんにちは、貝柱です。これは実際に起きた大阪二次放置死事件、それを元に作られた映画です。実際の事件とは、加害者の生い立ちとか、あと事件の概要は異なる。映画として、フィクションとして、当然再構成はされてます。だいぶ辛い内容になるので、閲覧注意っちゃ閲覧注意ですけど、なるべく聞きやすいようには話すつもり。見てほしいとは思うんですけど、無理に見れとは言わんというか、こういうタイプの映画って、問題意識のルフが、目的だとは思っているので、その事件を知っていて、自分の中にそもそもそういう、そういうことを常日頃から考えているよっていう人は、わざわざその嫌な思いをしてまでというか、見る必要のない映画だとは思うんですけれども、赤裸々な内容にはなってるから、やっぱ百聞は一見にしかずというかですね、食らうものはあるんで、興味を持った人はぜひ見てほしいですね。それから当然映画なんで、なんでしょうね、さっき言ったように問題意識のルフガーとかさ、実際に起きた事件を元にしてるから、それについて深く考えなきゃいけないっていうのもわかるんだけど、それと同時に本当映画ではあるから、別物として考えてスリリングな体験を味わう。っていう見方でも僕は全然いいと思う。そういうある種の娯楽っていうか、それも当然映画の役割の一つだから、それは見る人がそれぞれ取捨選択したスタンスで、見たらいいと思います。はい、この動画一応ネタバレ注意ですね。そういうわけで、どういうお話かというと、幸せな家族があります。小さい子供が2人、まだ1歳ぐらいの子と3歳ぐらいの子と、でお母さんとお父さんね。序盤10分ぐらいね、結構幸せなシーン多いんですよ。ね、お昼ご飯何食べたい？オムライス。あ、またオムライス？だけどこのシーンにもやっぱちょっと闇を感じるというか、意図的にこのお母ちゃんの顔が隠されてるんですよね。あんまり映らないようにして。影を感じる。そして夫婦仲が悪くなっていって、ついには離婚してしまうんです。お母ちゃんは子供2人を引き連れて、新しい家で新生活です。お母ちゃん、ここでもね、子供たちのことを思って、先生と家事をして、ね、ちゃんとご飯食べて、あ、大丈夫って、子供たちのことを思い、そしてさらに仕事に追われる。私がこの子供たちを守らなきゃいけない、使命感、資格を取るんだ。ちゃんと栄養のあるものを食べさせるんだ。そうやって慌ただしく日々が過ぎていくんですけれども、お母ちゃんね、もう抱えきれなくなっちゃうわけですよ。もうずっと一人で孤独です。男遊びに熱中するようになるんだよね。家にね、なんかイケイケの男呼んで、子供たちが寝てる部屋あるでしょ、そのすぐ横の部屋で行為に及んだりするわけです。大丈夫だよ、寝てるからって。長女の3歳ぐらいの女の子がある日、お母さんのお洋服、ちょっと派手なドレスみたいなの着て、で口紅を塗って、こうファッションショーみたいなの鏡の前でして、寝てる弟に対してこう服をめくって、みたいな。多分見てるんだよ。だからお母さんとその男がやってる声、わからないままに真似っこしてるんだと思うの。あ、ちなみにこの子供2人なんですけど、子役ちゃんたち実際の兄弟らしいですよ。そこからさらに日々が経つでしょ。母ちゃん、お母ちゃんはもう子供たちの世話がおざなりになっていく。初めのうちはオムライスとか、お野菜もちゃんと食べてねって、野菜、プチトマトとかいっぱい用意してとか。だけど作るご飯とかも、チャーハンを大盛りに作ってドンと出す。そしてお母ちゃん、この子供2人を置いて家を出て行っちゃうんですよね。出て行く日のさ、シーンなんかきついですよ。長女がね、椅子にこう座ってます。お下げをこう作ってあげて、おめかしして、じゃあ行ってくるねって、ママ早く帰ってきてね。うん、スタ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 。置き去りにする子供におめかしをする心境、どんな気持ちだったんだろうね。それからもうこの長女ちゃんと長男くんの二人生活が始まるわけです。初めのうちはこの大量に作り置きされたチャーハンがドンと机の上に乗ってるから、それをこう食べながらお母さんの帰りを待つわけ。お母さんまだーって、ここドアガチャガチャガチャ、開かない、ガムテープで封されてる。あの、子供の力ではもう開けることができない。お母さん遅い、カーテンバーって開けて、お母さんって。もちろんこの窓にもテープがみっちりで開くことがない。でも子供は気づかないから。お母さん遅いねーつって。ソラーって言って、弟ソラね。ソラーとか言って、ソラの面倒を見て、あやしたりして。遅いねーとか言って。生活するんですけど、次第に食うもんなくなってくるよね。子供だとそもそも、料理とかできないから。限られてくるんですよ、食えるものが。
どうしようってお腹がグーって なってうわーってなって、もうこの時のもう長女ちゃんのもう顔がもうたまんないんだよね。もうてか子役ちゃんえぐいんだよな、この二人とも天才すぎるだろだってさ、食い物探してパイナップルの缶詰見つけるんだけど開け方わかんないから包丁持ち出して危ないでしょ。包丁でどうにかドゥンドゥンドゥンってつついてみる、開かない。そしたら手がちょっとここ切れちゃってたりして、それを子供なりにこう絆創膏でピーってやって、で弟の栄養はその粉ミルクでね、粉ミルクとかも作り方わかんないけど、お母さんがやってたことを身を見真似したんだろうな。その粉を手づかみで哺乳瓶の中に入れて、こう水で入れてガシャガシャしてはいって、それでもこのまともに弟くんは栄養摂取できなくなっていくから、ついには一部動かなくなってしまう。だけどやっぱ長女ちゃん気づかないわけですよ。真っ暗な部屋の中でね、こうテレビつけてみるんだけど砂嵐しか映んない、ブザーザーザー。動かなくなった弟くんに対して、ソラハッピーバースデートゥーユー、はいハッピーバースデートゥーユー、ソラ起きて起きて、いやあ、ソラ眠いのかな。残された長女、ついにはマヨネーズをチューチューし出すわけですよ。これしか食えない、摂取できない、チューチューして、でさらにこのマヨネーズがなくなったら水でこう洗って、この中に水を入れてそれをこう摂取していく。ぐー、あマジできついのよ、このずっとこのこういうシーンだから。音楽も何もないよ、ただただこの子が外に出ることのできないこの部屋の中でその生き続ける。でついにそのしばらくしたらお母さんが帰ってくるんだよ。長女ちゃんもママ遅いって、ねえママ空動かなくなっちゃった、空どうしたのかなって。こっからだよね、もうマジで覚悟極まってんだよ、目がママ動じないぞみたいな、もうシャッ感情を頑張ってシャットアウトしてるんだろうね、自分の何もその情報を入れないぞという決心で多分家に帰ってきて、黙々とその空くんに湧いたウジをこう無表情で、マスク無表情で取っ払ってからの、もう淡々と作業してんだよ、部屋をきれいにして。ほんで最後のあのあれに及ぶわけですよ、淡々とやんのよ。だからこうやって人って抱えきれなくなるのかっていうね。この映画はすごくそのネット上で胸クソの悪い映画って言われていて、で全然概ね僕もそう思う。その胸クソ悪いっていうか、見ていてすごく怒りも湧くし、クソみたいな、つまりそれって不快感というかさ、つまり胸クソってことだよねとかあるんだろうけど、やっぱそのこれがその当人たちだけの問題なのかっていうか、このお母さんをバッシングして終わりでいいのかって言ったら絶対そうじゃないじゃん。それをさせてしまってる社会とか、あと家族の問題とか全部じゃん、責任は。だから何かその凶悪な事件を起こしてしまって一人代表として加害者として名前が上がるでしょ。その人の動機が子育てがもう辛くなったからとかだけ聞くと、こう世間がなんだよけしからない自分の子供をってなるんだけど、その後ろにある歴史とか彼女を取り巻いた環境とか見ていくと、僕らがもっと向けなければいけない視線が視点があるよなって思うよね。もちろんその痛ましいことですけどね、子供二人がっていうのはね。ちなみにこの子役ちゃんたちが心配になっている方も多いと思います。本当にすさまじいね。映画とはいえ、役とはいえ、この子本当に演じているのか、マジじゃないかっていうぐらい、名演なんですよ、このお二人。あまりにも痛ましすぎて。だからその子役ちゃんたちの精神状態が心配ではあるんですが、この、長女の土屋きのちゃんっていう子役ちゃん。これ結構昔の映画、2013年の映画ですから。その後ですよ。この土屋きのちゃん、女優としてですね、活躍もされております。ガンバレイは、ロボコン、うらら、恋する汁なし担々麺の巻というですね、とってもハッピーな多分作品でしょう、このタイトル。で、元気にロビンちゃんという役をね、演じていらっしゃるみたいですよ。温度差に風邪ひくけど、作品の温度差でね、こういうポップな作品に出て、現在も活躍されているらしい。よかった。この土屋きのちゃんと、その弟くん、の名演を見るだけでもね、
すごく価値のある映画だと思うんで、そういうところでもすごく主張しがいのある映画だと思いますから、ぜひ興味持った人はね見てみてください。いろんなサブスクでね配信してますよ。はい、そういうことで終わっておきます。貝柱でした。バイバーイ。